白川郷の茅葺き家屋に設置された雪囲いとは、日本の北海道、東北地方の日本海側、北陸地方のような豪雪地帯で、冬の間、家屋などの建物を囲うこと、またその囲いのことである。雪囲のこと。また二次効果として、以下のようなことが期待される。豪雪地帯では、冬の積雪が2メートルを超すこともあり、建物が雪にうずもれてしまったり、雪の重みに押しつぶされたりすることもある。そのため雪囲いは、豪雪地帯における冬の準備として行われてきた。昔は、屋根から地面に向かって、木材を立て、その木材に沿って、板や、藁、ヨシなどで囲っていたが、近年では、波型のトタンやプラスチック製の板を利用して、雪が滑り落ちやすくする工夫もなされている。ただし、冬が来るたびに雪囲いを施すのは面倒であるため、季節にかかわらず常設しているものも多い。単に木材などを打ち付けたものなどであれば、素人でも設置、撤去などはできるが、例えば商店の入り口にあるような、周囲をガラスで囲んだり自動ドアをつけたりしたものであれば、設置や撤去などにかなりの経費がかかるのでこういったものは常設である。またスノーシェルターの類も雪囲いの一種であるが、これは当初から常設とすることを前提としたものである。こういったものは夏季には用をなさないのが一般的であるが、落石からの保護などとの兼用の場合もある。ただし地域によっては、こうした常設のものは雪囲いとは呼ばないとする地域も存在する。また、庭の樹木などを雪の重さや冷たさから守るため、個々の植栽ごとに木材や藁などで囲み、雪の重みを他方向にそらすような工夫を行うこと、またその囲みのことも雪囲いと呼んだり、あるいは冬囲いや雪吊りなどという。公園などの雪吊りは、それがまた季節の風景として、冬場の観光客の目を楽しませる場合もあり、金沢の兼六園などが有名である。ピラミッドの形のものもある。ありがとうございます。